ライブしております。これからどこ行くんですか？病院、ワクチン。車の中でも競馬を見ております。え、競馬を見てる。読売なんだっけ、読売なんたらステークス、3番副賞だっけ。今放送してたやつかな。さあ続いては G2 フローラステークス、オークセル。多分今放送してたやつ、フローラステークスの前のレースだから。まあ、帰ったら結果見ましょうか。このレース、どこ行ったんですかね。特徴とかってありますか？結構目立つんですか？そう、あの、うん、はいはい、こんな何センチか、5センチぐらいの大きさで、はいはい、前のそのイベントだけが引っ張られるように出すんですよ。はい、後ろはもう後ろで出てしまうんですけど、はいはいはい、後ろだけだとこうひっくり返っちゃいますもんね。まあでも動いてる、動いてないよね。あ、今、はい、僕押さえてるんで大丈夫です。ごめんね。レースが先か、ワクチンが先か。ちょっと見られませんね。殺菌ついちゃうわね。ではそのフローラステークスの現在の単勝オッズです。3番は13番のルージュステリアで 3.8倍。パーソナルハイ、パーソナルハイは 7.1 倍です。15道中唯一の負けなしで参戦。もうこの辺ですか。44キロ。駐車場あるんだけど、新馬戦勝利の舞台のここ東京です。プラス4で442キロ。帰ったら結果見ましょうか。前走の桜花賞は6着、中1周。じゃあまた来週。2キロ減って454キロ。この辺でいくか。